渋谷凪さん FMO 十番勝負。こんにちは、 NMB48 の渋谷凪さです。この対決はですね、 FMO 各ワイド番組 DJ の方々と私渋谷凪さが十番勝負をしていき、1年前のラジオ DJ を目指すという特別企画です。そして今回は8勝負目なんですけど、私は4勝3敗なんですよ。でこれがもしも勝ったら、なんと素敵なご褒美を FMO さんからいただけるということで、ちょっと今まで全然力入れてなかったんですけど、本腰を入れて頑張っていきたいなと思います。そして今回の対戦 DJ はこちらの方です。はい、ライちゃん。はい、ナイスミーチュー。あ、ありがとうございます。 My name is Julie。 わ、ジュリー。コルビ、翔ちゃん。翔ちゃん、はじめまして。ライちゃん、はじめまして。なんかあれ、あれですね、はい、初めてですよね。初めてです、ね、すいませんね、なんかご挨拶が遅れてしまって、なぎちゃんと僕初めてでね、はい、本当にね、僕もいいな、なぎちゃんの横に座れて。はい、どうぞ。しょうちゃんはどんな番組をされて。あ、番組、はい、あので毎週木曜日の夕方6時から8時まで2時間のリズミックプラスワールドっていう洋楽と、うん、まあ、比率的にはね、洋楽が大体 6.5 ぐらいの、残りが邦楽、はい、選曲はもちろん全部全て。そうなんです。もちろんもちろんディスクジョッキーだから、自分で選曲しての生放送、あのリクエストにも答えたりするんで、よかったらリクエストしてよ。リクエスト、あ、いいんですか。あの番組、LINE のアカウントもあるんで、はい、いつも気に入った曲があったら、じゃあぜひ NMB48 の曲。当たり前でしょ。そんなのもうね、当然だよね。ね、その時はね、アレンジしていただいて、かけていただけたらなと思います。もちろんですよ。ということで、ね、今回の対決はジェンガなんですよ。うん、僕ですこれ聞いたことあるんだけど。ありますか。やったことはないんだよね、今は。あ、そうなんですか、うん、このジェンガを倒しちゃいけないんです。倒すなと。はい、でもこの棒は絶対絡めちゃいけないっていう。え、これが要するにこうしてやっちゃダメなの。あ、ダメです、ダメです、それは絶対に。え、指で？指で押して、はあ、抜くという。イギリス発祥のゲームで。あ、そうなの。そうなんですよ。番組ワールドって入ってらっしゃるじゃないですか。うん、入ってる。だからこれは世界的なゲームということでジェンガになったんですけど。ああ、そういうこと、はい。ありがとう、そこまでね。そういうコンタンが、はい。ありがとうね、そのコンタンがね。はい、ありがとう、はい、ね。ということで、では、はい、始めてみたいと思います。始めてみたいと思います。ゲームスタート。スタート。じゃあ私からまず。はい、どうぞ。もうやってるの？そうやってます。こうやって。あ、取るときはセットって言えばいいんだ。はい。とりあえずこれを倒しちゃいけないという。どう？出てきた？見えないじゃない。これ向こう回っていいの？あ、いいですよ。あ、ルールない、ないもん、大丈夫。ルールはないんですよ。下ろしたやつを乗っけていきます。おろしたやつ乗っけていくんだって。ま、なんでやったことあるんでしょうか。あい、なんか攻めも自分が崩れないように将棋ゲームすればな。どうよ。いいです、ね、どこでもいいでしょ。はい、どこでもいい。この上に置いてもいいの。え、あれ、あ、そっかそっかそっか、ここに積まなんかって。あ、僕はじゃあここに積んで、ここに積んで、ああ。はい、どうぞ。あ、知らないんじゃない。いいよ。私もそんなやったことなくて。ちょっと待って、30だ。30は60。これ何ですか、今の計算は。いや、適当。はい、よ。ここはこれくっついて、くっつけすみませんから、くっつけたでしょ、これつけてないです。すや、ここ一番難しいのやってるじゃない。どこですか。これ崩れますよ。え、それミディアムテンポの曲、アップテンポ新曲。正座して恋をしましょう。おお、いいね。あんぱな気持ちじゃダメよ。サビは？これがサビだ。あ、今はどうサビ。おお、これくっついてるから冷たいんで。これ。だってないもん。正解、その証拠にビュンと押してみて。あ、そうか。要は、はい、あれだ。オセロやっとるだろう。オセロ。これオセロのあんまり得意ない。オセロの方式だな、これは。はい、わかりました。これがいけるんだよね。あ、なんで俺こんなことやってんだろう。おおおおおお。
この後6時から生放送だからね。そうですね。よし。ちょっと邪魔。はい。これ難しいね。なんか世界中で。これもし僕が撮ったら、あ、負けちゃったんだよ。やったー。いやいやいや難しい。私渋谷凪沙です。絶対攻めないです。できないんですよ。本当だ。いやでもやっぱ世界でね大ヒットした理由が分かる。すごいよね。でもね、はい、やっぱりこうあのこれも将棋ある意味はこう読んでいかないかもだね。そうなんです。はい、そうなんか頑張ってね。ありがとうございました。ありがとうございました。いやいやありがとうございました。毎週木曜日、はい、午後6時から放送のリズミックプラスワールドも皆さんぜひ聞いてください。よし、みんな聞いてね。聞いてね。次回の勝負もお楽しみに。バイバイキーン。